最近私もともとがホロリスなので、はい、ホロメンの皆さんのことが大好きなんですけれども、うんうん、気が多すぎて刺されるんじゃないかって心配してまして今のところ2人ぐらいからちょっと刺されるんじゃないかなってちょっと危機感を持っていまして。あ、結構刺されそう。ちなみにその方法を続けていきたいと思ってるんですか、はい、それとも自粛しようかなと思ってるんか。あ、好きな気持ちは本当に変わらないので。なるほど。ちょっと自粛っていうの何みたいな感じなんですけど僕はみんなのものだよって言ってる。なんかこうちょっと好きなことは変わりないのでね。なるほどね。好きな気持ちは変わりないと。はい、誰が一番でもないよと。いや、本当に好きなので。いや、そうだよね。そうです。全員が一番だもんね。全員が一番。はい、じゃあタロット全員が一番って言うとなんかあれですね本当にやばいやつですね確かに僕は全員好きなんだけどなって言ってる2番も3番もないんだけどなこのカードの、キーワードは忍耐。窮地に追い込まれてじっと耐えているという状況です。すでにそういう状況なんですね。そうそう、なんかこんなはずではなかったな、はい、みたいな。あ、こんなちょっと確かにこんなはずではなかったなっていう、うん、なんかね、ちょっとアクシデントに見舞われやすいとか、はい、なんか逃げても抜け出せないみたいな状況にはなっていたりするので一旦場が落ち着くまで、はい、ちょっと静かにしてた方がいいかもしれない。ラブラブみたいなのはすごい、なんか鳥肌立っちゃった。鳥だけにシャチの人か、はいはい、シャチからちょっと、はいはいはい、すごい猛烈な、あーなるほど、攻めが来てるので。あー、ただね、このカードちょっと諦めも必要みたいなカードでもあるので諦めもしかしたらまあ、はい、やっぱりシャチのね、捕獲能力は高いという。あー、バックバックバクンとバックバックンとやられてしまう。わかりました、ちょっと諦めつつまあまあ、機会も伺いつつみたいな感じで、はい、機会も伺いつつですね、はい、いいんじゃないでしょうか。そういう悩みなんだね人たらしい感あるもんな。ちょっとおかゆに近いのかなその人たらし的な意味合いでは。人生リセットボタンポチッ、人生リセットボタンポチッ、平成にネット上段ポチッ。